オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ。よろしくお願いいたします。佐藤吉成。まあちょっと梅雨なんでね、やっぱ雨がなかなか降ったり止んだり繰り返してますね、最近は。ちょっとこの前僕の愛車のランクルの車を擦ってしまってね、駐車場で。何やってんだよ。ピピーピピーってなるのよ、あの物体が近づくと、擦らないために。じゃあ擦らないじゃないか。そうでしょ、でピピー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 っていう、近い近い近い、ピーって3段階あったよ、ピーが一番混ぜないけど、俺の中でその経験上ピー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 はもう全然大丈夫。一回ピー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 って鳴ってるの時に止めて見に行ったことあるけど、もう全然こち亀全巻入っちゃう、あの隙間には。ちょっと感度良すぎないか。こち亀全巻150、160ぐらい。それはごめん、言い過ぎた。感度だいぶあるよ。失礼いたしました。だからその、アイアンマンヒーローぐらいかな、入るとしたら。ああ、まあまあ15、16巻ぐらいかな。うん。開いてんのよ。で、ピピピピピピピだと、まぁ、ちょっと危なくて、ピーだと本当もうそれ以上。だから、ピピピピの得、3段階目の、3段階あるうち2段階目は絶対大丈夫と思ってたら、車がでかすぎて、音しないのよ。どういうこと？聞こえないってこと？聞こえない、なんか小石ちょっと当たっただけでカーンと落とすんだよ、車って。でかすぎて、後ろが。なんかね、音が、なんか踏んでんのかなと思ったの、後輪で。駐車場止める時ってさ、グーンってこう、ま、なんか乗り上げるじゃない、その時間制のコインパーキング、時間制のコインパーキングって板みたいなやつ、ね、板みたいの起き上がるじゃない、あそこを乗り越える時になんか踏んでんのかな、なんかペットボトルとかあって、カサーカシャ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 みたいな音したから、で降りてみたらもう後ろがものすんごい傷入ってて、もどっくりして、うわーと思って。何に当たってたってこと？なんかね、結局狭い駐車場で、なんか気づかなかったんだけど、たまにあるじゃん、低いさ、なんか膝ぐらいまでの、いらんな、あんな全然いらんわ、あのバーみたいな。バーみたいな。なんかガードレールみたいなの、あるよね？なんか、膝ぐらいまでで見えない。でだから、脇ぐらいまでつけてくれたら見えるけど、あ、まあね、サイドミラーとか見れますから、そうそう、低すぎて鏡にも映らんし、鏡にも映らんし、センサーも反応してなかったと、センサーは反応してた、あ、してた、だけどピーじゃなかったから、ピー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 だから大丈夫だと思った。なんでそっから行っちゃったんだろう。だから聞こえなかった、ピーが聞こえなかったと思う。あ、聞こえたんだけど、あの止まって見に行ってる関係でピーまでは絶対大丈夫っていう自信があったんだけど、カメラがちょっと捉えてくれてなかったのかね。あ、じゃあ三台車のピーがなくてもうこすってたの。はあ、なんか角度があんだろうな、カメラ。なるほどね、うまく反応できない、そう、動いてるし、こっちもね、あのね、僕はもうリーダー工事が行っちゃったからね、言いますけど、僕の愛車はランクルですよ。リーダーだよ。じゃないでしょ。あいつが行ったからだろう。あのプロレスバカがさ、飯田の野郎が言ったから、俺ランクルのバレちゃったのよ、確か。あ、そうだっけ。うん、そっか、我々はもう事前に知ってたから、うん、あのその辺ちょっといまいち、そうそう、敏感じゃなかったけど、ね、事実関係がちょっとまだ分かんないけど、とにかくランクルなんですけど、まあ、あとパンサーのいや、そう、尾形くんです、尾形くん、尾形くんじゃない、がっちり言ってたわ、ランクルいいっすねっつって、尾形くんどうっつって言ったら、そうだ、この一件を機に俺尾形くんから尾形って呼ぶようにする。それはいいと思うよ。いや、でさ、買う前にね、すっごいいろんな人から、忠告されてたの、若林くん、東京で都内でランクルなんて絶対後悔するよと、
方なの。燃費も悪いし、うん、今プリウスとかの時代でリッター40キロとか時代に、うんうん、もうランクだって5キロ切るかもしれないよなっつって。あ、そんなもん。こと言ってて、俺はその若いうちしかさ、うん、買えないしさ、まあ若林という人間は言うなればその漫才なりきみたいなところありますから。もちろん。その、いや、すげえうなずいてんなみんな。そうそう、漫才なりきが服着て歩いてるみたいなもんだから。ちょっと待って、ちょっと待って。ランクル乗って走ってるみたいなもんだから。ごめんよ。ちょっと待って。それはお前だけには言われたくない。お前も漫才なりきんだろ。そうだね、隣で歩いてるから私服着てそうだった、忘れてた忘れてた。そう、それでだからさ、うん、今自分ねお金、うん、あの将来どうなるか分かんないで、うん、俺らなんか40代とかになってさ、うん、だから好きな車乗っとこうと思ったから、うんうん、我慢しないでね、何を言ってるんだと、うんうん、あの買ったんですよ、うん、もう今ねもう絶賛公開中ね車がでかすぎる。ああ、そう、やっぱりち細い道とか大変。細い道大変だしさ。あるもんね、世田谷のあたりとかな。もうカップルが手つないで歩いてたら終わりよ。都内の道なんて。もう通行止め。カップルが手つないで歩いたら通行止め。都内の裏道。ああ、大変だね。大変だよ。もう踏切渡るときなんか、お前。うん、一車線の踏切だったら、お前、うん、向こうから、両サイドからママチャリ来たら、もう通行止め。そうだね。うん。まあ、後悔してるよ。あ、横幅はでかすぎるし。うん。だから、プラドっていうのが、ワンサイズちっちゃいんだけど、うん、絶対プラドだったね。まあ、乗ってみないと分かんないってところありますけどね、これはもう、しょうがないね。僕、しょっちゅうね、2時間、3時間空くときあるじゃないですか、仕事が。その時には、まあ、ちょっとこう、公園の横に止めてね、うん、ランクルの、荷物入れるところでね、うん、本読みながら、スターバックスの、抹茶ラテなんか飲んでたりするんですけどね。あ、いいね、漫才なりきんだね。いや、お前だけに言われたけど想像できなかった。何年か前は、うん、6年ぐらい前は。だってお前、うん、8人乗りだぜ、あの車。8人乗りで 99% 運転席しか使ってねえからな、あれ。絶対ないね。行けばいいじゃん、なんかバーベキューとかさ。いや、それだし、あと、春日さんのデートの話聞いてもそうだけど、やっぱデートしないとね、うん、せっかくだから、まあね。そうだね、ゴンちゃん乗せてる場合じゃないよ。もう 99% 俺運転席で 1% ゴンだからね、うん、女子。女子乗せたりね、それかまあ何人かで。いや、女子乗せてさ、うん、なんかちょっと夜の、ちょっと人通り少ない公園の横でも止めてさ、うん、手間したいのよ。いいじゃない。ねえ。お願いしますよ。それ以上やめてくださいよ。それ以上は叱るべきところでね。女性に対して失礼だから、もう学生じゃないんだし。ね。いや、ちょっと待って。それ以上やめてよ。ちょっと待って、大学時代、パジロミニで、助手席の彼女に、潮吹かせたお前に言われたから。やめろよ、だから。クジラカのことは言うな。で、座布団がね、びしょびしょになっちゃって、干すために、パジロミニの屋根の上に乗せてたら、それ忘れちゃってね。そう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 。夜走り出したら。そのまま家帰っちゃってね。座布団飲んでっちゃって。それ以外ずっと助手席の座布団がないっていうね。これどうしたのって聞かれちゃったりしてね、親に、うん、さ、何じゃいこれ。そういえばで思い出したんだけどさ、うん、お前のお母さんとこの間電話するっていう仕事があったんだよ、うん、テレビで。あ、なんかそうらしいね、ピンの時に。いやいや、それ聞いて結局どうだった、私その現場にいなかったからさ、うんうん、分からなかったけどさ、一つ思ったことあって、その現場に一緒にいて劇団ひとりさんも言ってたんだけど、お前のお母さんって、うん、お前より頭の回転早くない？嘘でしょ。嘘でしょ。いや、トークの回転が早、なんでお前のお母さんってあんなさ、こっちをせかしてくるの？もしもし、若林ですけれども、つって、今お時間あるでしょうかぐらいで喋るのにさ、はい、大丈夫ですよ。はい、なんでしょう。なんかすーごいせかしてくるよね。あ、そう？どうしました？みたいな。で、なんか一人さん言ってたよ。春日よりなんか口数多いよね。あ
あ、そう。うん。お父さんに似たんじゃない？性格とか。でも家とかだとうちの父親の方が喋るけどね。二人ともちょっとひょうきんなんだな、じゃあ、お父さんもお母さんも。そうなのかもね。あんまり、そんな、あんまイメージないね、私。あ、お母さんがガーッと喋る。ガーッと喋る。いや、お母さんちょっとな、大好き。中身あるトークしてたよね。うん、そうなの？もう打ったら響く響く。もうお前、お前を産んだと思えないよ。あ、そう。そうそうそう、ちょっとそれ見てみよう。初めて、いい？言って。初めて〇〇してみた。見ました。やってみたっていう番組で、うん、本当にこれはずっと思ってたことなんだけど、うん、お前のことをお笑いに誘って、うん、テレビに出て飯食えるようになるまでのその後半2年ぐらいと、うん、あと本当最近も、うん、お前のこと、夏の、去年の夏のライブで漫才楽しいで、うんうん、パジェロで、結構強めに弾いてるじゃん、お前のこと。うんうんうん、で、それをね、見た後、両親はどう思って帰ってんのかとか、あと、まあ、足折った時とかのこと。だから、俺常々、ね、それでなんか、うん、あと、特にお前がスクール革命で、うんうん、寒いっていう方向からいじられてる時、うんうん、常に俺、気にしてんだけど、本当にお前を誘ってよかったのかなっていう。お母さんお父さん的にね。もういいでしょ、今更。いや、で、うん、俺、調べたのよ、この間、サラリーマンの生涯平均年収、日本人の。うん、まだね、全然行ってないのよ、俺たち。ああ、なるほど。だから、それに達するまでは、やっぱり、うん、解散しないで頑張んなきゃなと思ってて。責任取ってくれよ、ほんと。なあ、頑張れ。いや、ちょっと待って、うん、なんで漫才なりきって言われた直後に。頼むぞって言われんだよ。いや、責任取んなきゃだよ、言うからさ。いや、それだよ、お前もさ、うん、今、なんか、オードリー、春日もさ、うん、第二次ブームを迎えててね。そうだね。一次と二次の間も結構ダフって生きてきたけどね。そうだね。うん。それもなんか、いい感じだなとは思ってんだけど、それをお母さんに聞いてみるっていう企画だったんだよ。なるほど、なるほど。うん、ちょっとリスナーの人もちょっと聞いてみて、見てみてくださいよ、そのテレビ。ちょっと楽しみだ。そんな話もしたことないからな、つい実家帰ったりとかしてもね。いや、面白かったよ。お笑いについてどう思ってるかとか。でも俺がマジになっちゃった部分もあるから、うん、どういう風に見るか分かんないけど、特にリトルトゥースはさ、うん、一回この番組でも電話してるんですけど、うん、初めてって言ってでテレビではなってるんで、その辺よろしくお願いしますよ。そうだ、そうだ、そうだ、ここ電話したじゃない、そうだよ。ま、やったじゃん、ガッチリね。結構大々的に。バレちゃうかな、世界は数字でできているに。若林、初めてじゃなかった、つって。冗談じゃないよ、本当に、セカスーさん。嫌になっちゃうよ、本当に。まあまあ、そこはテレビでっていうことでいいじゃない、うん、そしたらね。あ、そう？ラジオではやったけども。ああ。テレビでは初っていうね。そうか、初めて、まるまるテレビでってことで言う。テレビでやってみたら。そうそうそう。そう、うん。じゃあもう私以上に早田と話したってことだね、うん、そのお笑いについて。お前が、全然知らない。俺なんかはさ、もう高校生ぐらいからお笑い好きだったの、うん、両親が知ってるから、うん、もうやり始めた時も、半分半ば諦めてるような感じだったけど、うん、やっぱりお前なんか普通に考えたら日大商学部出て、うん、今お前課長ぐらいになってる、多分真面目だから、お前。まあなってるだろうね。うん。もうなってると思うよ。お前その不動産のね、営業のノルマをすごく真面目に達成するさ、営業マンになってると思うんだよね。私不動産なんだね。うん。あ、そうですか。そうそうそう、そう、うん。まあまあ、それなりのね、うん。うん、生活はしてるでしょうよ。いや、だからなんかそれ、これでよかったのかなと思って。だってまだ、まあ、これで急に仕事なくなったりもする世界じゃない、うん、もちろんもちろん。だからって考えるとなぁと思ったりしてたところでね、うん。ちょうどいいやと思って。なるほどね。うん、それいつ頃なんですか、放送は。わからないです。いや、諦めないでしょ、俺。7月、来月の来月でしょ7月の半ば。7月の半ば。うん。そうなのよ。私ね。うん、そう。そういえば、この間さ、うん、バカリズムさんとさ、うん、すごい楽しいメンバーだったのよ。うん、バカリズムさんと、オードリー二人と、真鍋さんとで、うん、まあ、大喜利というか、まあ、大喜利っちゃ大喜利なんだけど、うん、4人で、ことわざを現代風に言い換えましょうっていう4人でやった番組があって、深夜、あれ深夜なの？深夜の番組やったの。うん。
で結構なんか和気あいあいと勝負がつかない大喜利だから楽しくやったんだけどさ、うんうんうん、あれ俺の隣が春日で、うん、真鍋さんバカリズムさんで前の日からバカリズムさんと LINE してて楽しみですねみたいな。ああそう、うん、でスター春日も一緒ですみたいな、はい、だ子供たちの夢を裏切らないようにしてほしいですね、うん、なんていうラジオ。そっか、そのラジオ以来初めてかもな、私と私バカリズムさんと一緒にテレビでなるっていうのは、うん、そうそう。だから春日も相当バカリズムさんの手前、うん、キャラ固めていかなきゃいけないと思ったのかさ、うん、俺と真鍋さんとバカリズムさんとアナウンサーが、うんうん、セットっていうかスタジオのセットについて、うん、こいつ10分ぐらい遅刻してきたんだぜこいつ待ち十何分、しかも理由知ってる理由さ、納税の話で経理と電話する電話で、うんこいつ10分ぐらい遅れてきてさ。気になっちゃったよ。俺やべえなと思って呼びに行ったんだから一回。さすがに先輩待たすのまずいだろうな。そうね。キャラ作るもんだと思ってからさ、うんうん、いやー待たせましたね皆さんとか。ちょっとスタッフは本当にムッとしてたよ。金の話だと、まあ、長えからな、本当に。ちょっとね、いろいろ聞きたいこといっぱいさ、うん、話してる。でもこれは本当にルール違反、うんだと思うんだけど、うん、しかもプロレスにね興味持ち始めた僕が言うのもすごい違うんと思うんですけど、うん、大喜利系の仕事でその机の下でこっそりちっちゃいメモ見るのやめてもらえます？うん、いややめなさいよ。やめなさいよ言うの。うん、なんだっけなつって忘れちゃった。本当にムッとしてんじゃない？うん、やめなさいよそれ言うの、夢が壊れるから。そんなじゃあそれはさ、マスノさんも気づいてないと思うんだけどさ、うんうん、これもう一回マスノさんに来てもらって話さなきゃいけないこれ。何よ。いやそれはさ、うん、ちっちゃいメモをさ、うん、持つとこまでいいとして、うん、その覚えてきてよ。もしそれ見せないでよこっちに。いや覚えらんないんだもん、しょうがないじゃんそれは。膝の横でちっちゃい紙を16分の1ぐらいに折りたたんでるやつをこう開いてさ、カサ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 問題 VTR が出てる時にさ、うん、それはそう見るよ。だって覚えようと思った時間納税の話したんだからさ、直前で。いやだってさ、まあ結構知られてないけど、うん、そんな不得意じゃないじゃん大喜利も。まあね。そうだから両方、まあ、春日両方出せるのよ、その、うん、ちゃんと笑えるのと、あと大振りして、なんだよその答えで。だからそれを塩梅よくやっていくレスラーなわけじゃない、うんうんうん、それはもう自分でできるんじゃんもう。まあまあね、なくてもできるでしょ正直メモなんて。まあまあなくてもできる。でその場で思いつくのもあるんだろうし。まあね。だから、うん、ねちゃんとこうヒットというか、うん、ちゃんと類に出塁したらその後大振りして、うん、なんかそのなんか大振り加減で沸かすっていうこともできるのにさ、うん、もういらねえだろあんなちっちゃいもう16もう何回折ったんだよっていうやつ。いや不安じゃないですよやっぱりね、みんな1回目通しとかないと。待ってね、いや迷ったよ、うん、本当に、うん、一回指摘しちゃって、うん、なんだそれはと。でバカリズムさんと、うん、ってなるじゃんきっと。バカリズムショックで、うんうん、そしたらその本当に上優みたいに後ろにメモ投げたりするかなと思ってさ、うん、いらないですよこんなもんっつって。ああ、うん、まあね、ちょっと迷ったけど、うん、でもなんかバカリズムさんが本当夢を持ってお前を見てるから、うん、それはもう無粋だと思って言わなかった。そうね、うん、賢明な判断だな。うん、うん、まあ大喜利といえば今日ダイナマイト関西のね、うん、リーグ予選っていうのやっててね、うんうん、ルミネ座吉本久しぶりに出てきたんですけどもね、うんうん、俺ね、うん、やっぱりいろいろ気づいたことがある、うん、やっぱりプロレスに興味持ってよかった、うんうん、ダイナマイト関西って、うん、1対1で戦って大喜利のライブなんですけど、うん、煽り V っていうの、格闘技みたいなさ、うんうんうん、こうっすねみたいな、うんうん、で俺プロレス CS でいっぱい見てんだけどさ、うんうん、あれはやっぱりさ、うん、当たり障りのないこと言われるよりさ、うん、ビッグマウスを言うか、うん、もしくはその人のキャラに合ったことを言ってくれた方が試合に対する期待感とか盛り上がりがあるよね、うんうん、まあまあそうですね。それを全然知らないもんだから、今までダイナマイト関西出てた時になんか真面目に答えてたのよ。ああ、その質問に。対戦相手どうですかとか、いや、すごい強いんで頑張りますみたいなさ、うんうんうん。あれはだから、ビッグマウス、だから本当に思ってるビッグマウスを言っちゃっていい場所なんだね。う
まあ言ったら盛り上がるだろうね、うん、おいやれんのかって話になってくるからね。そう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 、ね、で、あとよくあの花道みたいのレスラーがある、あれだからプロレスとか格闘技をベースにしてる大喜利の大会なんだね。うん、まあ、それを多分お客さんもすでに気づいてて、多分俺だけが気づいてなかったんですよ、今まで。うん、だから、なぜ気づかないのかっていうのはあるよね。もう確実だって。一応そうだよね、総合格闘技も見てんだけどね。まあそう、まあそうか。うん、ちょっと違うか。総合まで。近いよ。まあでも、まあでも、煽りの部位とかあったりするのは近いけど。うん、ずっと思ってたのよ。うん、コバさんが、花道から全然舞台に上がってこないなって。うん、T シャツを脱いでさ、うん、その場で裸になってさ、その T シャツでお客さんのことを叩いたりしてさ、うん、全然舞台に上がってこないって言っても、うん、ショーとして楽しくなるから、やってるで、うん。俺は、しょっちゅう思ってたのよね。本当にバッファローさんはね、うん、大阪からこのイベント、大喜利の、もう本当に徐々に大きくして、うん、今やお笑いファンの一大イベントになってる。うん、すごいライブ。俺も全然テレビ出る前憧れて出たくて、俺一般参加で素人のふりして出場したくて、うん、メール送ったんだから。おう、うん、テレビ出る前ね。俺きつかったよ正直、 K ダッシュステージで大喜利好きなのに、うんうん、全然 K ダッシュライブ大喜利やんねえからすごいきつかったんだからな俺は。ダイナマイト関西出て大喜利できるんだって、うん、事務所の社員が知るまで、うん、大喜利もよ、全然 K ダッシュ芸人って昔大喜利のやり方知らねえから、うん、回答者、MC 以外の回答者が違うやつの回答なかなかいじってよ。うん、答え全然出さねえし、そう、出せねえしよ、それまで。うんうんうん、今もそうだぞ、K ダッシュライブ大喜利やるとき。あ、そう。うん。うん。ごめんなさい、ちょっと熱くなっちゃいましたけど。とんでもない、いいよ。熱があるからね。うん、俺言われたことあるんだから、企画考えてこいっつって、若手って言われて考えて大喜利やりたいですって提出した時に、うんうん、悪いんだけどさ、とある先輩に、うん、大喜利できるやつなんているのって言われたことあんだからな。うん、そういう気持ちも持っててさ、うん、まあ、大喜利ラブなんだけど、うん、それで、そんな俺が、うん、プロレスっていう、ベースがあるの知らなかったから、うんうん、なんで袖から出ないで客席から花見、うん、なんか長いなって思ってたんだよね、入場するとき。だから、ね、ああいうところで、うん、なんかこう自分のキャラに沿ったアピールしながら入場してくるのが、うん、プロレスというか、うん、まあ、格闘技というかショーの盛り上げ方で、そのショーが、うん、やっぱコバさんとかすごいよね。まあまあ盛り上がるよね。それにようやく気づいたよ、今日。でもやっぱ真顔で歩くことしかできなかったな、勇気がなくてまあその人のね、うん、キャラクターってのあるからね。そうだね、若林さんが T シャツ脱いでさ、うん、そのシャツでお客さん殴ってもさ、どうしちゃったら若ちゃんだからなっちゃうからねそうだよな、難しいよね。そう、それあるよな、確かにな、うんうんうん、だからまあプロレスラーみんなそうじゃないしね。そうだね、みんながみんなそうよ。なんかダッシュは相手もダッシュで走ってさ、ああ、ベビーフェイスそうだから。新人のベビーフェイスみたいに。うん、バーッと走って、もうリングバーッと出て。うん。あ、いいね。一回で拳突き上げるみたいな。ああ、もう結構バーッ、7割ぐらいで走ってて、こうやって。そう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 。腕上げたら。それもベビーフェイスよ。うん。うん。ベビーフェイスのベタな、うん、まあ王道の出方だよね。でもさ、うん、それで、今日その、うん、戦ってさ、一、うん、回西田さん、と戦って、うん、笑い飯の恥ずかしかったのが、うん、俺今これハイビスカスのハーフパンツ履いてるでしょ。素敵じゃない、いいでしょこれ。俺にしちゃ派手だろ、うん、冒険してるじゃない。全く同じ柄の色違いを西田さんが履いてたんだよ。そうで、俺プロレスラーみたいに決めたかったの、花道から歩いてくるのを、うん、で、うん、西田さんは、うん、俺と違う側の花道から入場だったの。うん、違う客席の通路から。うん、だから気づかなかったの、それまで。うん、で、俺プロレスとか最近 CS 見てるから、うん、ダイナマイト関西は、うん、いや、いろんなやり方する人いるけど、うん、入場時とかはちょっとピリピリ感の方が楽しいんじゃないかなって思うのよ。うんうんうん、で、答えで、うん、すごくみんなで、笑えればいいなって、うんうん、だからちょっと真剣な顔つきで、うん、花道を歩いてきたかったんだけど、うん、真剣な顔つきでちょっとうつむき加減、俺のそのなんていうの、その
無の表情みたいな、うん、ね、うん、人見知りキャラみたいなところでパブリックなところあるからさ、うんうん、歩いてたクス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 笑い声聞こえる、うん、クス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 、うん、またリトルトゥース来てんのかって思ったわけよ俺その時、うん、俺が真面目に歩いてんのを見て笑ってんのか、うん、来てんなリトルトゥース何人か、うん、クス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 聞こえて、うん、舞台上がった途端にもクス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 って会場がなって、なんだろうなと思ってパッて見たら西田さんが全く同じ柄の葉っぱ、二人とも普段履かないようなタイプじゃない、うん、ちょっと冒険した方向同じだったってことか。そうそうそう、それはもうお客様が先に気づいててっていうことね。うんうんうん、ちょっと恥ずかしいね。ちょっと恥ずかしかったんだけど、なかなかないけどね、そんなこと、うん、でなんかあんまりこうリングに上がるみたいな感じで舞台で無言で立つ時間も長いから、うん、なんかこういじられることもなくっていう感じだったんだけどで西田さんとは引き分けで又吉くんと戦って又吉くんには勝ったわけよ。で決勝に進めたのなんとか、うん、又吉くんに勝たなかったら多分いけなかったのかな、なんかちょっとわかんないんだけど、うんうん、で試合終わってさ、うん、ルミネ座吉本のトイレ行ったらさ、うん、ちょうどさ、大輔もトイレ来てさ、マネージャーの大輔、うん、やっぱり、ケダッシュの芸人であって、やっぱ社員だから、うんうん、興奮してたね、俺が勝ったことに。いや、すごかったね。すごい戦いでしたね。もうすげえ応援したと思って。若さん頑張れ、若さん頑張れ、ズボンは被ってるけども、若さん頑張れって思ってたと思うでしょ。客席で。一番応援したんじゃない、会場の中の誰。うん、いやーすごい戦いでしたね。いやーすごかったね。ありがたいけど ね、 そうね、自分の担当する芸人にいやーすごかったねって言う人珍しいよな。そこまでもありがたい話だよ。うん。で、この番組の D の YOSHIKI さんも見に来てて、うん、また YOSHIKI がこれなんかさ、うんうん、なんていうの、もっとなんか、うん、俺がこの日本放送入って、うん、で先入ってたわけ、よしきさん、うんうんうん、で関係者席で見てたみたいで、うんうん、俺がさ、うん、オールナイトニッポンの楽屋あるでしょ、うん、入ってよしきさん座ってたわけもう、うんうん、したらさ、うん、いやおめでとうございますとかさ、うん、かいや面白かったっすねみたいな感じでもいいじゃん、うん、ないのそれは。いやなんかすごいオフなトーンで、うん、2階から墓に向かってホースで水まくの面白かったですって言われて、おいおいどうなってんだよ。そんななんか冷めた感じで、俺、うん、俺を応援するために来てくれてるってことでいいじゃん、うん、まあ身内だからね、言ってくれればいいじゃん、チーム付け上げばチームの一員としてでしょ、それはもちろん、その応援来てくれたんだって言ったらさ、うんうん、昔からダネマとかさ好きなんですよねっていうその昔から好きなその延長上に俺がいるみたいな、なんかなるほどね。だから若林さんの方が来たってことね。俺の大好きなダイナマイトか。そうそうそう。お若林さん来たな。うん。ああ、まあ頑張れっていうことなんじゃない？うん。本当だよな、うん。でも自分で大喜利のイベントとかやって、うん、そのチケット代金から、うん、その制作費が出て、会場費用も高くて、うん、煽り V とかオープニング V とか作ったら、うん、その CG、のね、デザイナーの人に頼んでとか、うん、もろもろ考えると何回か大会を続けないとそこできなかったりって考えると、うんうん、やっぱバッファローさんが大きくした大会っていうのはでかいよね。まあそんな、すごいよなって、なんかより思うようになったね。うん、もうどのぐらいやって、何年ぐらいやってるの？かなり長いよね。いや、俺全然テレビ出る前から見てるし、10年以上やってるかもしれないよね。10年以上。そうだよね。はあ、すごいね、一つのさ、大会を。すごい。でも俺、2010は、決勝まで行って、年間の戦いの、コバさんとやって、コバさんに負けたのよ。で、コバさんが握手しながら、うん、今日は打ち上げ行こうな、って、小声で言ってくれたんだけど、行かなかったんだけど。行けよそこ行け、なんで行かないんだよ、絶対なんで行かないんだよやっぱ世代交代したいですからね、私も。2010年から4年経ってますけど、今度決勝ありますよ。ねえ。ん？コバさんとやりたいっすよ。ねえ。うん。ん？何してる？コバさんやらしてくださいよ、俺にも。うん。そしたらもう俺前髪切んないと。
前髪を切んないとその辺にあるハサミでっていうのがあるからね。うん、そうね。俺でもコバさん、うん、ダイナマイト関西の俺とカスがなんか大阪の方の新人戦みたいの出たよね。出してもらったね。あれ誰が優勝したんだっけ。あれだな。あれ俺カスがとやった。やってないが。違うブロックが。やってない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 。誰が優勝したんだ。あ、2008か9ぐらいだったよな。9、そうね。ああ、いやいや、準決勝ぐらいまで行ってたよねカスがもね。一回勝ったよ。あ、その次負けたけど。どういう戦いだったかね、なんか。どう忘れちゃったな。いや、俺、だから2010の大会は、一回その、一回目の4回、3つのブロックの時に負け、うん、優勝したのよ、俺。うんうんうん、で、その後、準決、決勝まで行ったから、コバさんに負けて、うん、そのままだから。ああ、じゃ今回その予選ってことは、その前に決勝に出れるってこと？若林さん。決勝にようやく出れることが決まったの。あ、んで、コバさんも決勝進んで。ああ、じゃあ、ケンコバさんとやる可能性はあるってこと？コバさん、コバさんの首しか狙ってないですよ、俺は。バハロさんやらせてくださいよ、コバさんと。うんうん、そうだな。うん。だからもう前髪を切らないっけ。ちょっとごめん、俺、まだにわかだからさ、プロレスファンわかんないけど、うん、前髪切るってのはどういうことか教えてもらえる。だからそのね、藤波辰巳選手が、うん、その猪木さんに直訴したの、楽屋で。うん、楽屋でも控え室、楽屋と言わねえか。うん、控え室。やらせてくださいよ、もうそろそろ、俺たちの世代に、みたいな。うん、で、猪木さんやれんのかって言ったのかな？もうまさにやれんのが多い。ああやれんのがって言ってたら、いらっしゃいませよって言って、もうわーっとなっちゃったんだろうね。その辺にあった、ビンタしたんだっけ、え、ビンタし合った藤波さんが。藤波さんと猪木さんがビンタし合って、最終的に、それにあったハサミで、あの、前髪を切るっていうね。藤波さんが。うん。なんか、やる気があるっていう、あら、ここ。アピールで。前髪をこう。みんな知ってんの？して、結構有名なシーン。だから、調べたら出てくるよ。私もそんな詳しく詳細は今、あんま覚えてない。髪を切る、切って、その、決意をね、この、アピールするっていうのを。だからさっきからずっと、前髪切りなさいよって言ってんの。だからまさに、やらしてくださいよっていう。あ、だから、猪木さんが、バッファローさんだとしたら、その下の木村さんだとして、そうだよね。いいんだよね、それで。俺と又吉くんで、やらしてくださいよ、俺たちにもって言って、うん、あの、俺が前髪切ればいいのか。ビンタし合えばいいんだ。木村さんと。まあね。うん。まあ、ケンコバさんかもしれないよね。その対戦相手というかさ。うん。やりたい人が猪木さんだったんだよね、多分ね。藤波さんの、選手の。うん。違うのかな。その辺があるんだ。まあまあ、ちょっと調べてみて。とりあえず上の世代に、この噛みつくっていう、うん。なるほど。ことが、うん。その前髪切るってことだな。あの、ちょっといろいろごちゃごちゃしちゃったけど、とにかくコバさんに勝ってみたいっていうことだけ。そうね。で、あと勉強するプロレスをね。うん、すいません。うん。もうちょっと上手にならないとね、俺もね。いや、そうね。うん。うん。なるほどね。いや、楽しみなんですよ。夏があるんでね。コバさんとやるまで、だから、勝ち進まないといけないよね。なるほど。すぐにできるわけじゃないかもしれない、ね。わかんないから、トーナメント次第では。なるほど、ね。さあ、ということで、今週もやっていきましょう。あ、そうだそうだ。忘れてた。これ大事なことは全然と。うん。これだ、これメインのね、告知で、こっち忘れちゃった。うん。ですね。ああ。9月14日、オードリーのオールナイト日本5周年記念史上最大のショーパブ祭り、うん、若林正恵生誕36周年祭り、出演者、決まっているのが、ミワちゃん、チェコノーリパブリック、うん、バーモント秀樹、ビトタケシ、物販を売る芸人がビッグスモールン。で、アマオードリーも出ます。と決まったところで、今日これから番組先行予約第2弾を行いたいと思います。うん、今回も抽選なので急がなくても大丈夫です、うん。前回落選した方の中から登録不備で落とされた方も結構いました。メールアドレスの打ち間違いに注意してください。そして二重登録。不安になって二度三度登録してしまうと無効になってしまう。これ注意してください。うん、今回もお一人4枚まででございます。受付期間は7月2日いっぱいまで。抽選で当たった方には連絡がいきます、うん。申し込みは日本放送イベントホームページ。もしくはこの番組ページの両方からリンクしてます。うん、
日本放送イベントで今すぐ検索してください。うん、今、ホームページ、日本放送イベントホームページに、うん、なんか私の写真も載ってるので、うん、あの番組ホームページの方ですか、うん、これは。あ、そうかそうか。まあ、とにかく一回見ていただければ僕の、うん、姿勢が感じられるかなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。うん、はい。ということで、うん、やっていきましょう。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は愛の大学、日霊、クレー工業。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。本当にね、うん、興味ない、特に女性リスナーには申し訳ないんですけど、うん、プロレスの話なんですけど。またプロレスですか？すいません。また見た。もう CS で全部撮ってます。ノアから、他の団体も撮ってますし、あとアメリカの TNA っていう団体のも見ました。知らないな。もう、また出てきました。ツバ吐いた選手がいたっつってたでしょう、うん。平柳選手。また出てました、ノアの試合に、うん。マイクでパフォーマンスしてましたよ、マイクパフォーマンス。うんうん、おいっつって客席に行って。新しい T シャツのデザイン決まったぞーっつって。そんな言い方ないじゃない。おーじゃないよね、それ、ね。うん。でも前の T シャツ10枚売れ残ってんね、うん。これが全部履けねえとな、新しいの売れねえんだ、この野郎どういうことか分かってんのか、この野郎って言ってました。買えってことですね。買えは結構まどろっこしく言うね。うん。で、アメリカの TNA だったかなっていうプロレスを見てたらね、うん、やっぱりね、うん、煽り V っていうか、その、前、先週も話したじゃないですか、うん、地下の駐車場から戦いが始まって、はい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 、ヘッドロックしたままリングになだれ込んできて試合が始まるって、うんうん、そういうののサイドストーリーがすごいんですよ、うんうんうん。なんかね、ロッカールームにね、隠しカメラみたいので入ってって、ロッカーとロッカーの間から撮ってるから、ロッカーとロッカーがこう映ってる奥でね、選手同士がね、こそこそ話してんの、うんうん。いいか、お前がまずこういう風にずるいことをした。その後俺が入っていくから、うん、お前はそのためのな、おとりになれ、みたいなことを話して、それが、でっかいビジョンで、ね、客席には流れてるんですけど。日本には気づかないよね。うんあとなんかね、マザコン選手がいるって、うん、そのマザコン野郎のがまだ実家に住んでる、30超えたのにってことで、うん、対戦相手がその実家のお母さんに話を聞きに行くっつって実家が映るのよ、そいつの。うん、で、なんか毎日アップルパイを焼いてあげてるわ、あの子にはって言うのよ。うん、でしたらカメラに近づいて、おい、聞いたか毎日アップルパイだぜつって、とんだマザコン野郎だぜみたいなこと言って、いやでもお母さんみたいになんか話しかけて、息子さんの部屋はどこですかみたいな、したら地下にあるつって、地下に降りてったら、おいマジかやつ、オーマイガーとか言ってんのよ。したらなんかベッドがなんかトイストーリーみたいなアニメのシーツみたいな掛け布団のカバーで、おいマジかや、30なのにこんなのに寝てんのかやって思ったら、カメラのフレームに、その部屋に住んでるレスラーが、おい、ここで何やってんだって入ってきて。すげえ偶然じゃん。そのまま部屋で戦いになって壁とかにガンガン叩きつけて、したらカメラ撮ってる人がブレアビッチプロジェクトみたいに、はぁはぁってカメラブレながら逃げてくるのよ、部屋から。そら怖いもの。したらアップルパイを運ぼうとしてたお母さんとぶつかって。もう大惨事じゃないのよ。アップルパイが台無しじゃないみたいな。で、したら血だらけのその部屋に住んでるレスラーが血だらけのまま部屋から出てきて、そのまま試合が始まるのよ。ああ、やっぱ因縁がね。いろんな因縁があるんだなと思う。いろんな団体があって違うんだね。まあ、そのやり方は違うでしょうよ。で、すごい、ツタヤでも DVD 借りて、新日のなんか名試合、ファンが選ぶベスト10みたいのをいっぱい見てて、なんか、
分かってきて、うんうん、昔はなんかそのストロングスタイル猪木とかがいて、うんうん、そういうプロレスファンが集まって、うん、でその棚橋選手っていうのが、うんうん、チャラいっていうのでブーイングを上げ続けてたんだけど、うん、今の新日をなんかちょっと変えてお客さんが入るようになったっていうのがあるんだってね。へ、うん、あ、そうそうなんだって、うん、なんかだからそのチャラいくて女の人とかに抱きついたりするから、うん、入場とか退場とかに、うん、ストロングスタイルのプロレスファンからはもう3年間ぐらいずっとブーイング食らってたんだけど、うん、俺は、うん、あの格闘技全盛の時代に新日を盛り上げるんだって棚橋選手が頑張って、うん、そのわざとヒールレスラーじゃないのに、うん、ブーイングを浴び続けてチャラい役を、うん、キャラをつけてやってきて今すごいんだって。だから俺ちょっとそれにさ、うん、感動しちゃってさ、もうすぐさ、うん、もうアマゾンでさ取り寄せましたよこれね。棚橋はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか。うん。これもう半分読んでますよ、私。もう棚橋のファンじゃない。棚橋選手のファン。棚橋ファンじゃないもん。かもしれないです。なんかエアギターの時からちょっと勢いがかで、なんか棚橋選手の試合見て、あ、急に前座から変わるもんだなって思ったんですよ。そうそうそう。なるほど。気になっちゃって。へぇ。で、CS とかでも見ててさ、で、俺中学の時にさ、なんか春日とか神田とかさプロレス見る集団がいてさ、うん、名前は言っても分かんないかもしれないけど、うん、で中学の時に若林はプロレス見ないのって聞かれてさ、うん、俺はボクシングと K1 しか見てなかったから、うん、で俺はボクシングしか見ないんだよね、なんで、うん、って聞かれてさ、うん、いやだってさあれロープに振られるけどさ、うん、ロープ掴んだら戻ってこれなくても済むじゃん、うん、とか言うとさ、俺プロレス分かんないからそれ言うんだよ、うん、それなのにプロレスファンってめちゃくちゃ怒るだろそれ言うと。すげえ怒るよな。うん、いやだから。いや、わかんないんだったらいいよと急にキレられんじゃん、うん、いや、あれはね、俺プロレス最近興味持ち始めて、ほんとにわかだけど、うん、あれは怒っちゃダメよ、何もわかんない人に。ちゃんと説明してあげないと。まあだから、それ言っちゃおそれは言わない約束でしょみたいなところがあるんだよね。でも、それはわかるよって言わないとさ、うん、すげえ怒るじゃん、みんなで。いい、わかんねえやつに説明してもわかんねえよとか言って、たんだから怒ってるの、すげえ。いいよ、若林はいいよ、みたいになっちゃう。だから、イコロその真剣勝負じゃないんでしょみたいな聞かれちゃうんだよね。うん。で、そういう見方もわかるけど、でも、うんうん、っていうふうにさ、ちゃん落ち着いて説明した方がいいよ、あれは。でさ、いっぱい CS で見てて、ちょっといても立ってもいられなくて、うん、金曜日夜空いてて、うんうん、金曜日、だから6月27、昨日だ、昨日昨日だ、そうだ、6月27、うんうん、プロレスで検索したら、後、うん、楽園ホールで試合がやってるっつんで、うん、間に合うんで、うん、見に行ったんですよ。おー、そう。一人で。初めて。初めてでしょ、うん、何どこの団体初めてよ。レッスルワンっていう武藤敬司選手が、はいはい、立ち上げた団体。レッスルワン、ああ、あれ、あ、出てた、船木出てたでしょ、船木出てた。ああ、見た見た。俺、船木がね、ヒクソンにね、うん、落とされてんのは見たことあんのよ。生で？あ、テレビで。あ、はい、はいはいはい。落とされた後、ケツけられたやつね。まあね、起こすためにね。あと、膝の皿をし、かかとで狙われるやつね。ああ、はい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 。で、初めてよ、俺、後楽園ホールで、笑点で漫才やったことしかないんだから、後、うん、楽園ホールは、うんうん。で、プロレス格闘技見に行くのは。うん、で、どうやって券買うのかわかんなくて、うんうん。で、レッスルワンに電話したの、俺。ほう。したら、当日券あるんですかって言ったら、ちょっとわからないですけど、行ってみてって感じですね。初めて後楽園ホールの中でチケット買って、聞いたよって、リングサイドで見たいなと思ったんだけど、なんか場外乱闘あるじゃん。場外乱闘で、ガオラのカメラが入ってるから、場外乱闘巻き込まれたりして逃げる姿テレビに映るの嫌だなと思って、場外乱、で、お姉さんね、若いお姉さん、なんか、聞いたのに、場外乱闘って何列目ぐらいまで来るんですかねつって。なんとも言えないですけど、5、6列目ぐらいですかねって言うから、じゃあ、8列目ぐらいの席お願いしますってね、西の8列目を買って、結構前の方なんだけど、チケットを持ってちょっとドキドキしながら、後楽園ホール入ったらさ、チケット切ってもらって入った瞬間さ、すげえがたいのいいさ、練習生みたいな人が T シャツ超売ってんじゃん、頑張って。まあ、下の人売ってる、物販してるよ。で、売店見てみたらさ、ホットドッグの、との部分が、戦うっていう字になって、ホットウドッグになってんのね。あ、そうなの？後楽園ホール、さすが。へぇ、中入って座って、ドキドキしながら、西の初列に座って。うん、あれ、春日の K1 の試合見に行った時も思ったけど、あれ、なんで格闘技ファンの、
あの女性っていうのはケバいんだろうね、みんなね。確かにね。みんな結構金髪で、キャバクラみたいな格好してて、で、時計にラメみたいのがいっぱいついてる、ついてる、なんか G-SHOCKみたいのしてたりして、で、まあ男のファンの人が9割ぐらい。うん、で、そうやって見てて、うんうんうん、試合始まってまず驚いたのが、まずコーナーポストってこんな高いんだと思って。高いね。こんな時効果ジャンプして、うわ、すげえなと思って、うんうん。しかも場外にジャンプするとこんな高さってマット薄いじゃん。うんうん、薄い。もうほんと体育ならね、うん、前転するマットが引いてあるからね。そう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 。リングサイドはね。で、あれ、その落語で言うと前座があって二つ目真打ちみたいな感じで、うん、若手から始まるのね、試合が。まあまあそうですな。うん。うん、で、最初試合が、で、うん、1試合目ぐらいまでもう、まあ結構すごい、うん、1試合目ぐらいからすげえ水平チョップの音すんだなとか。ああ、そうか。体真っ赤になってるとか、ね、本当に危ねえなとか、バックドロップとか。うん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 、すげえ勢いで叩きつけてんなと思って、大丈夫かなとか見ながら。うん、やっぱあれ、ワン、ツーってやっと、で、スリー入らんと、おーっていっちゃうね、声出して。いい、楽しんでるね。うん。いいじゃん、前座から楽しんでるじゃないですか。いや、あれね、お笑いとやっぱ似てる部分があるなって思ったのが、キャラが分かりやすい方が乗りやすいね。うん。なんかね、イケメンキャラの人が出てきてね、手鏡持って髪を整えながら入場してきて。で、スリーパーみたいの食らってんだけど、手鏡で髪をこう、切り整えてたりして。で、その選手が手鏡放ってロープで、その反動を利用してドロップキックとか綺麗なの決まったりして、またおおみたいな。で、やっぱ分かりやすい人の方が、見方が分かりやすいから、やっぱりヒールがいるんだよね。外人のヒールの人出てきて、着てた革ジャンを床に叩きつけながら入場してきて。で、分かりやすいね、ヒールだっていうのが、黒いパンツにお尻に英語でさ、バッドボーイって書いてあるんですよ。わかりやすいね。この人が悪者なんだと思って。だって初めて見に行って若林さんも分かったわけだからね。うん、もう丁寧だね。仕事が丁寧。そう。で、客席の方にこう中指立てるから。おーおーおー。で、それで、なんかもう一チームは、正義っぽく戦ってて。そしたらやっぱ場外にさ、うん、降りてきてさ。まああるよ、あの場外。僕は西なの、東の方の場外でさ。うん、いやいや、俺が聞いてたのは5列目ぐらいまでですよって言うから、うん、5列目ぐらい、でも、投げ倒してくんだね。投げ倒してくんね、パイプ椅子を。逃げるでしょ。お客さん、女の人逃げ遅れて、あら、バッドボーイの肩に当たってちょっとぶつかってて、吹っ飛ばされてたぞ、女の人。いや、でも、これ危ないよ。でも、しょうがないっちゃ、もうしょうがないけど。6列、7列、8列まで、聞いてないよ、うん。8列目ぐらいまでさ、うん、ヘッドロックしたままさ、バッドボーイがさ、駆け上がってきてさ、うん、東って書いてある看板のところに思いっきり相手選手のおでこバーンって、東にバーンってなって、うん、あ、行くね、上の方までと思って。行くよ。で、またヘッドロックして、うん、リングをぐるーって回って、うん、西の方来るんだ。東行ったら西行かないと。バランス取れないそういうことなのそれバランス取れないし、だって。で、めちゃくちゃ怖いよ。投げ倒しながらさ、うん、来た来た来た5列目で、6列、7列で、俺、8列目座ってんの、8列目の真横よ、うん。俺もちょっと逃げ遅れちゃって、自分のバッグ持って。あら。俺の横の西のところに、はい、頭、バン来るじゃん、西までと思って。それやっぱバッドボーイだからさ。うん。それはセオリー通じないよ。ねえ、うん、叩きつけられて、選手が。行くよ、8列目。したら俺もう、4試合目ぐらいだったから盛り上がっちゃってて、うん、西にバーンってなるの真横で見たもんだから、うん、南も行けって言っちゃった、ついつい。それはどう、正しくはないだろうね。そういうことはないからね。南は、東と西8列ぐらいで、南は20列ぐらいまであるんで、南の看板も。いな。南も行けってついつい言っちゃってさ、うん、行かなかったけど。そらそうよ。うん。バッドボーイもそういうつもりじゃないでしょ。全方角行ってやろうと思ってないでしょ、別に。思ってないと思うんだ。でさ、うん、お笑いと一緒でさ、うん、7試合ぐらいあるとさ、うん、受けた試合、うん、やや受けの試合、うんうんうん、やや滑りの試合ってあんのね。あるね。だから、うん、前半でも、なんかね、すごい新人の選手と、先輩で超マッチョで、体も 1.5 倍ぐらいある。水平チョップ何発しても、効かないわけよ。で、それまでは、あ、イケメンキャラなんだな、バッドボーイなんだなとか見つけたんだけど、途中から、なんか、その、若手が、その、先輩に水平チョップしても全然効かなくて、表情一つ変えないで胸で受けられてんだけど、一生懸命水平チョップしてる姿見て、自分が、その、今の自分が芸人として、
先輩と絡んでる時にめちゃくちゃいじられんだけど、うん、うまく返せないのが、オーバーラップしてきちゃって、もうついついもういけーみたいになんか叫び始めちゃってさ。いいじゃないですか。うん。で、その選手が持ち上げようとするんだけど、持ち上がんないのよ、から。上げろーって。誰か叫、俺が。楽しいな。うん、叫んじゃってましたよ。ちょっと続きはね、後でします。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。いや、それでね、その若手の選手はね、体が小さいんだけどね、うん、大きい選手があのコーナーポストを登ってね、うんうん、ジャンプしてね、うん、思いっきりこうフライング、なんていうの、あのボディアタック、ボディアタックでね、潰されんのよ、うん、新人さんが、うん、もう見てらんないのよ、うん、でもうダメだ、一生懸命こう、うん、持ち上げて叩きつけようとして上がらないのよ、上げろーって言ってたもん俺、うん、で前の方の選手がなんか、あ、前の方のお客さんがね、うん、なんかね、俺もわかんないよ、うん、なんかオタクっぽいプロレスファンって言っていいのかな、うん、まあいいんじゃないですか、うん、なんかね、うん、技とかを見ててね、それまでの試合、そのいちいちね、うん、今のあれ何やろうとしてたのとか、うん、なんかもうなんか誰々の真似にしか見えないよねとかすごい言うのよ、うんうんうん、厳しいね、厳しいのよ、目が、うん。目が超えてるから。超えてるから。うん、だからなんかその、そういうのに言われてるから、若手の人もさ、うんうんうん、すごい応援してオーバーラップしてきちゃって。うんうん、で、結局、反撃したところもあるんだけど、うん、で、その、若手の選手が、先輩選手をホールして、ワン、ツーってなると、あれやっぱ、スリーに行かないって返されると、うん、あーってなるね。まあまあそう、ね、あれはもうどうしてもなっちゃうね。まあなっちゃうよ。なっちゃうのよ。うん。そうそう、それで、うん、結局負けちゃって、それで。あら、やっぱまあ、そっか、そんな感じだったら無理だね。無理無理無理。うん、まだまだ甘いな、みたいな感じで、うんうんうん、結局負けちゃったわけよ。うん、で、そうするとなんかまた次も見たいなっていうさ、うんうん、なんか勝敗というよりも、いい試合見たなっていうのも結構残るところが、またいいよね。まあまあそうだね。うん。実はね、内容。で、その後ね、ね、うん、武藤敬司さんがね、休憩の時に出てきて、うんうんうん、あ、俺武藤さんね、家行ったことあるんじゃない、うんうん、あの時知ってればなと思って、もっとプロレスのこと、いやあれすごかったよ、いろんななんかあってねえ、なんか鉄アレイとかグッズとか見せてもらって、うん、俺全然知らなかったね、あの時プロレス、だって前日のその練習場行ってね、うん、そのリングに上がってなんかいろいろやったからね、うん、リングとかもね、うん、上がってたもんね、セーバーね、上がったよ、でここで寝てるんすねとか言ってね、うん、練習生が、いやそうよ、いやあの時あーでもすごいね、声援がやっぱひときわ。いやー、まあまあそうね。スター選手ですよ。そう。うん、家行ったことあるのに知ってればなーとか思いながら、うんうんうん、ちょっと見て、でその前に、うん、トイレ行った時に、うん、スキンヘッドで、うん、横顔が、うん、あの、顎ひげが白髪が混じってたから、うん、武藤さんかなと思ったら、なんか多分武藤さんに憧れてるおじさんなんだろうね。全く同じ。スキンヘッドに全く白いひげがやってる。うん、でも167ぐらいの身長が多分。あ、じゃあ違うね。うん、一瞬、俺、武藤さんがトイレにいんのかなと思って、トイレ行ってた。武藤さんじゃないでしょ。じゃないよね。うん、いや、それでさ、うん、試合が、まあ、どんどん進んでいくんだけど、うん、試合終わった人が、うん、あれなのね、うん、その、リングサイドとかに来たりして、応援してたりするのね。まあ、セコンドついたりとかね、T シャツと、まあ、ジャージに着替えてね。そう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 、うんうんうん、ジャージに着替えて。うん、でさ、うん、すげえ面白くて、うん、なんか、漫才もさ、うん、結局決めてるじゃん、話すことを、うん。それを、さもアドリブのように話し始めて、うん、アドリブも混ざってるから、うん、で、これ、多分言っちゃいけないのかどうかわかんないんだけど、うん、不思議な空間だよね。うんうん、なんとなく、うん、ねえ、なんていうの？どこまで言っていいかわかんないけど、プロレスファンの人すぐ怒るからさ。うん、まあ、だから。なんか、その、それを俺たちも分かった上で楽しんでるっていうのが、なんかに、ちょっと似てんのかなと思って。うん、まあ、似てるかもしれないね。うん、うん、うん。だからなんかアドリブっぽいなって思うとこあるしね。うんうんうん、本当に、そうそう、本当にやられてんじゃねえのあれっていう。そこの、だから探り
探ったりするのも、うん、まあ面白いんじゃないですか。これなマジなんじゃないかっていう。そうそうだよね。まあマジだけどね。あ、そっか。そうなんだよね。マジなんだけど。でもこれ棚橋選手の本、読んでてもある、うん。あ、それ言っちゃっていいんだなっていうの。だからその、うん、そこじゃないからね。言ったら、そこじゃないんだよな。そのなんかね、うん、口裏合わせじゃなくて。そうすぐさ、うん、なんかガチっていうか総合格闘技好きな人とかプロレス批判する人はすぐ言うからな、そこをな。まあ若林さんそっち側のね。うん、まあ人だったわけだけど。で、やっぱそう、受けて、っていうところだから、ね、うんうん。あ、そう、だから、うん、やってみろ、おいとか言って。そうそうそう。やらせるもんね。うん。で、そのバッドボーイっていう選手がいるのが、デスペラードっていう、その、うん、なんかヒール軍団で、椅子を投げるのよ。なあるね。で、客席に向かってもさ、リングから椅子投げたのよ。投げる投げる。たらさ、危なくお客さん、作業服着たおじさんに、あの、ぶつかりそうになって、椅子が。したら、作業服着たおじさんがリングに向かって思いっきりパイプ椅子投げ返してて。危ねえだろっつって。でも、それにはヒールの人やり返してなかったけど。それはね、対戦相手が違うからね。でもなんかね、ヒールの人とか中指を立ててね、ぐる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 回ってくんだよ、客席を。だから、俺も中指立て返したりしてさ。もういいね。うん。うん。楽しんでじゃん。うん、ヒールだから、腹立ってきて見てて。うん。試合をめちゃくちゃにするなと思って。まあ、そう、ヒールだからな、しょうがないけどな。うん、そういうことだから若林さんがどうしようみたいなのかわからんけども、うん、それをこのぶったたくっていう構図の試合だからね、うん、なかなか難しいよね。ぶったたいてた、最後。ああ、じゃあ、スッキリしたでしょ。うん。で、その選手が、あざだらけなんだけど、上半身。うん。客出しの時に握手一人ずつにしてたよ。あら。うん。はあ、見習わなきゃなと思って。うん、今日もダイナマイト関西のあの入りの時に写真断ったからさ。ダメよ。見習わなきゃなと思って。うん、プロレスラーは断んないんじゃない？そうだね。うん。でも、棚橋選手の本には、うん、あの、武藤選手についてた時に、うん、武藤選手が握手を求められた時は、うん、棚橋が一回断れと。うん、その方が、その後で嫌、サインするって俺が言った方がよりいいやつに見えるじゃねえかって言ってたって書いてあったよ。うん、セルフプロデュースだね。いや、プロレスラー大事だからそういうのがね。あ、じゃあ、それだから、里光とか大ちゃんに、うん、すいませんって言ってもらって、いや、大丈夫だっつってやればいい。そうね。ちょっと握手の方合わせたら、うん。やったらいいよ。じゃあ今日の出待ちからやる。うん。うん。そしたらやっぱり、価値やっぱ上がるもんね。ほいほい若林さんがいいっすよっていうよりも、うん、うん。一回断って、それでもいいんだみたいなさ。断るのはだから、隣に里水が、うん、でも、運転席から来るからな。一回断って、一回俺が断って、その後サインするよ。だったらその断る意味がわかんない。なんでお前一回断ったんだってなっちゃうから。何の心境の変化だこの短時間にと思われちゃうから。そんだけ難しいよな。だから、うん、やっぱりね、佐藤光が助手席になったら、ウィンって開けて、助手席側からちょっと声を張ってもらって、うん、サインはって言って、そこが若林さん。で、もしくは俺がこのラジオ的にはちょっとヒールっぽいとこも、春日がベビーヘイスで俺がヒールっぽいとこもあるから、車止めて、うん、トランクからパイプ椅子出してそれを投げるかだよね、お客さんに。あいつ怖いな、憎たらしいなってなるだろ。なんでわざわざパイプ椅子なんだってなっちゃう。うん、手間取るから、ヒールに真面目だなってなっちゃうよ。それか、下の警備の人をもうボコボコにしてから帰るとかね。それを見せるとかな。それを見せつけて、それ出待ちの、で、握手してればいいんだよ。そしたら、あんなにボコボコにしてたのに、ファンには握手してるんだって、やっぱりね、ちょっと価値をやっぱ上げるっていうのがさ、大事なんじゃない、うん、でもね、それですごい試合楽しくて、また違う団体のもいっぱい見に行って、うん、あと、歴史もっと勉強したいなと思ったんだけど、うんうんうん、で、ゴンちゃんとちょっと飯食いに行くっつって、車乗ってた時に、うん、今日プロレス見てきたんだ。うんうん、珍しいっすね、みたいな。うんうん、ゴンちゃんはそういえば、プロレス見んのって僕全くなんですよ、つって。なんでって聞いたら、うん、いや、だって、うん、あれ、あのコーナーポスト登ってる時に、うん、寝たままで絶対逃げれるじゃないですか。なかなか納得いかないですよねって言ってて、うん、俺、うん、いや、そういうことじゃねえんだよって切れちゃったんだよね。なるほどね、若林さん。うん、早いよね。
そのスタンスと変えるのがね。ついこの間までそっち側の人間でしょ、なんで寝てんだよって人間でしょ、うん、すぐ影響を受けやすいのかな。素直なんだろうね。そう、受け入れようと思った。今まで全くスポンジに入ってこなかった水な分、うん、ガンガン吸収しちゃってて。で、なんか今の自分とオーバーラップする部分もあんのかもしんない。いろんなことで迷ってる。本音ってどうやってあれしていくんだろうって、うん、あの、ワイプで無理してる自分とかと。わかんないけど、なんか。なるほどね。うん。じゃあ、ちょっと向いてんのかもしれないね、プルース。いや、すごい楽しい、今は。DVD 借りてきて見てるのも。ああ。うん。だから、面白い試合っていうのもあるじゃん、やっぱり。いろんな試合があって。うん。あと、歴史が面白いよね、また。で、うん、今日もだから、ダイナマイト関西で、うん、又吉くんに勝てば、決勝トーナメント進める。うんうんうん、だから、やっぱりさ、俺も本音と混じったところでさ、うんうん、又吉くんに勝って決勝トーナメント行きが決まった瞬間さ、うん、最後、あの、感想マイクで、朝声声さん、レフリー、うんうん、どうでしたっていうのがあるんだけど、うんうん、その時に、うん、なんつうの、コバさんを狙ってきますよみたいなことを言って盛り上げたいなと思ってたんだけど、うん、もしかったら、うん、なんかちょっと空気っていうか、なんか勇気っていうか、うん、楽しく大喜利できましたしか言えなかったけどね。いや、何のために見に行ったのよ。プロレスをそこ言って客席にパイプウス投げなきゃダメでしょそれ。なんだその顔は。え、日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。あの、今週ね、うん、お休みがありまして、はいはい、まあ、2日間ぐらいこうまとまったね、はいはいはい、まとまったというか、まあ、あれも何もないみたいな、うん、お休みがございまして、うん、まあ、どっか行こうと思ってね、はいはいはい、うん、ちょっと正月もね、うん、その最近は海外ロケとかあったりとかして、うんうん、まあ一日の休みっていうのもありますけど、2日間5連続で休みっていうのが、連休っていうのはね、珍しいよね。そう、なかなかないから、はいはい、ちょっとお休みでもしてね、やっぱボディービルもありましたし、うん、なるほど、海外ロケも来ましたし、春日頑張ったと、うん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 、自分のご褒美ですよ。ご褒美ね。この辺でね、ご褒美あげないとちょっとかわいそうじゃない、春日が。っていうね、自分でね、自分でそう思ってね、うん、そんな馬車馬のようにね、うん、体鍛えて、うん、ちょっと休ませてあげてよ、うん、っていう思いもありましてね。その矢沢永吉が、矢沢がかわいそうじゃないっていうのとあれで春日がかわいそうじゃない、うん、休ませてあげた方がより伸びるよっつって、うんうん、そういうことだよ春日、と思ってね、うんうん、でどっか行こうと思って、うん、水に誘ったんですよ。はいはいはい。うん。したら、ね、うん。もちろん、急な話だったんでね。うん。休み取れないっつって。はいはい。じゃあどうしようかっつって。うんうんうん、もう行く人いないんですよ。はいはいはい。これでね。まあ、水Dでも積みなんだ。もう積み積み。そんなもう、いないなと思って。あ、そう。うん。じゃあどうしたもんかいの、うんうん、じゃあもう一人で行くしかないなと。一人旅。そう。で、一人旅どこ行こうかなーっていろいろ調べてて、まあ、箱根とかね。はいはいはい。まあ、熱海とか温泉地ですか。いいじゃないですか。ちょっと足伸ばして伊豆。ああ、伊豆もいいじゃん。うん。まあ、京都、まあ、京都、大阪ぐらいも行けるか、二日あったらね。はいはいはい、行けるでしょ。うん。広島、北海道もいいかな。ああ、いいね。ね、うまいもん食いに行くっていうね。うん。って、いろいろ考えた結果、石垣島行ったんですよ。おー、結構遠いじゃん。ええー、もう南の島だとバカンスつって言ったら。すごい、一人旅で石垣島。一人旅で石垣島。それ、なかなかやるね。春日しかいなかったね、一人旅してるやつはね。ああ、まあ、一人で行くとこでもないような気するな。リゾート地だから、うん。うん。まあ、ちょっと失敗したかなとも思う。まあ、でもそのね、うん、カップルだとか家族連れだとか、一、うん、人いないけど、もう、でも、石垣島ね、うん、まあ、なかなか行けないから、はいはいはい、ずっと行きたいなと思ってたんですよ、うん、やっぱりその若林さんとその佐藤光がね、はいはい、行きました行きました、石垣島行って、うん、具志堅用高記念館に行ったという、まあ、話しかり、うん、あと日曜芸人で竹富島行ってたでしょ、あ、行った行った行った、若林さんね、チューブのやつ乗ってましたよ、見てるね、あれ見てね、相方の番組海綺麗だなと思ってね、海綺麗だよやっぱりね、ちょっと行きたいなと思ったのもあって、で、石垣島にしたんですよ。うんうん、で、もうせっかく一人で行くんだったらね、うんうんうん、もうなんかこうドカンと、うん、まあ自由にできるじゃない。誰に気を使うわけでもない。そうだね、うん。自分の行きたいとこ行くし、食べたいも食べるし、はいはいはい、うん、もう自分、時間も自由に使えるから、うん、もう贅沢な旅にしようと思って、うんうんうん、なかなかこのお金を使う
時がないからね、うん、もう贅沢に行こうと思って、いっぱいお金使っちゃおうと行ってやろうと思って、うん、ふざけんじゃないと、うん、まあ、漫才なりきんですから漫才なりきんがね服着て歩いてるみたいなもんですからここで使わなかったら漫才なりきんを流すたると思ってね、旅行なりきんでもあるし、ね、まあ、とにかくなりきんなわけですよ、筋肉なりきんでもある筋肉なりきんでもあるしね、うん、もう節約なりきんでもあるわけですよ、うん、なりきんだな、なりきん大きく言って、うん、ね、うん、もうお札に火灯すみたいなさ、そういうことですだからね、うん、言ったらなりきんですよ、うん、おいで、もう、豪華に行こうって言ってさ、うんうん、思って、うん、で、普段だったら、この、まあ、飛行機ね、うん、この予約するんだったら、やっぱ一番安いやつを。ああ、やっぱそうしてんだ。そうそう、うん、もう、見に行くんだけど、うん、もうそんなんじゃないと。安いやつってやっぱり、乗り継ぎやったりするわけですよ。長かったらね。本島でね。そうそう。そうすると乗り続きで1時間とか。で、結構合計で時間かかっちゃって、こっち朝出ても、なんか午後とかね、着くのが、うん。もったいないと時間が。なるほど、直行便だ。一番いい直行便の、有意義に使うためには直行便だっていうことで、うん、直行便で行ったんですね。おー、いいじゃん、うん。しかもクラス J にして。あれ、1000円くらいしか違わないんだ。うん、1000円だけども。で高いでしょ、うん、急な旅行の飛行機代って。6万くらいする、ね。あ、でも6万で行けたんだね、石垣島。片道ね。うんうん。1万くらいするかなと思って。まあ、だからシーズンじゃないから、ね。ああ、平日7月、8月だと多分、だから週末じゃなかったから。そうか、そうか。それもあんのか。で、行ってさ、うん、まず石垣島行きまして。うん、おいでー。初めてじゃないよね。初めて。初めてなんだ。石垣島は初めてかな。うんうん、本島は何回かさ、うん、ロケで行ったことありますけどね。うんうん、石垣島初めてで、うん。で、そっからまた船に乗りましてね。うん、また違った島へ行きまして、うん。小浜島っていうね。あー。あのいっぱい島あるじゃない。ある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 。うん。うん、船に乗ったの、フェリー？フェリーというかなんか高速船みたいなやつ。はいはい、船でしょ？船乗って、それももう石垣島の空港着いてから港までタクシーですよ。うん、まあ普通だけど、うん。普段はバスですよ、私。ああ、バスで行こうっていう選択もあったんだ、ね。そうそうそう、少ない本数であっても待ってバスというね。うん、なるほど。選択しますけども、タクシーで。タクシーで。もう港まで行きまして、で、高速船にこう乗ってさ。で、その小浜島ってとこ行くの。で、もう、ホテルは取ってあるのね。うん。その小浜島の、リゾートホテルみたいな。いいホテル取った。いいホテル取ったのよ。うんうん、オーシャンビュー、その部屋がね、うん、オーシャンビューなんとかそのラグジュアリースイートみたいな。あ、スイート取ったの？そうよ。いいじゃん。もう海が見える部屋。一人旅でしょ？一人旅だよ。で、部屋行ってみたらベッドが5つなのね。すごいね、それ。一人旅で。エスプレッソマシンがあったりとかして。ああ、あるある、スイートにね。で、まあ港着きますわ、うん、小浜島したら、うん、そこのホテルの、まあ、向かいのバスがいるんだけど、うんうん、ロケバスみたいなのを想像したんですよ、うん、もう観光バスね、もう普通にだから何60人70人ぐらい乗れるぐらいのバスで来てて、うん、そっから宿まで5分ぐらいなんだけど、うんうんうん、そのでっかいバス乗って行くわけですよ、で部屋行ってもうそこがさ普通のホテルを想像したらもう何でもあるところでさ敷地の中に、うん、ホテルの。ホテルの。うんうんうん、だからもうプライベートビーチもあれば、ホテルのビーチですよ。ああ、ホテルのビーチか。そうそうそう、ビーチもあれば、もちろんそのなんか大展望風呂みたいなのあったりとか、すごいね、なんか夕日を見るためだけの丘みたいなのあったりとか、ハンモックが至るところに吊るしてあったりとかね。へえ、すごいリゾートの、うん。リゾート。で、あまりにも、広すぎてさ、うん、そのホテルの敷地が、うん、全部をそのゴルフのカートで回るっていう。へえ、一人で。一人でカート、まあ、カート慣れてるからね、ゴルフみたいな。ゴルフで乗るから、バーっとやってさ、うん。で、プライベートビーチ行って、うん、そのビーチに行ったらね、うん、もうなんか、バーみたいのがあるのよ。その南国の、なんつうのかな、うん、この、海の方を見て、はい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 、水着でこのお酒飲めるみたいな。はい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 。うん、あるある。そこで一人で、うん、ヤシの実ほぐしたような屋根の。ああ、そうそうそうですよ、うんうんうん。うん。そこでなんかもうカップルがカクテル飲んだりとかしてるわけですよ。うんうんうん、その中で一人でビール飲んでさ。真っ黒の数がね。真っ黒の数がね。筋肉隆々。うん、海見ながらさ。うん。ビール飲んでさ。うん。で、浜辺にね、砂浜に吊るしてあるハンモックでさ。うん、こう1時間寝てさ。それ何時その時。これまだね、うん、2時とか3時とか。全然いいね。全然いいでしょ。うん。で、もうどこ行ってやろうと思って、いろいろ探してたら、そのね、
浜辺の砂浜の近くに、うん、なんかちょっとした建物みたいなのがあって、うん、なんかこっから先は入れませんみたいな、チェーンみたいなしてあるとこ、うんうん、なんだろうなっていろいろ調べたら、うんうん、あの、エステをね、うん、受けられる、うん、その部屋というか、なんかこの小屋みたいな。へえ、コテージみたいな感じになって。コテージじゃ、もっとオープンな感じなんだけど、だからその、もう、受けてみようと思って。マッサージ受けれんだ、そこで。エステとかマッサージね。で、調べて、受けたのよ。うん、で、行ったら、どういうマッサージ？あのね、うん、ハワイの、ロミロミっていうね。うん、ハワイの、あそこにもあるけど、あのラクーアにも。なんかテレビでたまに見る。あの、あったけ石を。ああ、はい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 。うん、あのサエコとかがやってるやつ。ああ、そう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 。見たことはねえけど、多分やってるやつ。基本サエコの行く店よ。うん、サエコの行く店に春日がっていうね。うん、まあ、スパか。さ、エステというよりも、うんうんうん、でそこがさ、その海が見える、うん、でところでさ、建物だったんだけど、うん、屋根あって、うん、だけどその壁がないのよ。だ屋根だけあって柱あって、ベッドが一個だけあるっていうね。風が吹き抜けるやつだ。そこで、ね。なんかよくバリとかの、そうそうそう。旅行がこのクイズにはプレゼントでつきますって流れる部位にあるやつね。そう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 。女がさ、この、試しに受けてみてあるじゃない。あるある。うん。あれをまあ受けさせてもらって。一人で。一人で。え、それ女の人は、うん、女の人なの？マッサージする人は。女の人、女の人よ。だからその、うん、話しかけられるでしょ？でも春日さんですよねって。そうね。だからお一人ですか、うん、みたいな。誰かと一緒に来たんですか、うん、まあ一人です、ね。うん、って言って、うん。で、やっぱ向こうの人もそんなにさ、ベラベラ、その、うん、慣れてんだろうな、芸能人とか、そんだけいいホテルとか、あんまりそういうね、いいところというかさ、綺麗な海綺麗なところとか、あんまり話しかけるのも、うん。いやー、俺も風俗行っていつももう嫌だね。仕事の話はしたくない。いや、風俗と一緒に待ったら困るのよ。だって抜きありでしょ、そこ。抜きはないのね。ないのね。うん、抜きあったら最高だったな。壁ないのに。うん。まあまあまあ、そうね、リゾート。急に壁が閉まっても嫌だしね。向きに入る。ダーン今からスペシャルタイムに行ってね。いやいや、そんなね、その、うん、ゲスのとこじゃないんですよ。はいはいはい、もうリゾートだから、うん。で、まあそこで受けてさ。うん、で、もうそしたらもうだいたい夕方とかですよ。うん、で、もうその、時間余ったら、うん、その後、カートでいろんなとこ回ってみたら、うん、もう水牛いたりするからね。うんうんはいはいはい。あの、でっけえ池、ハスがいっぱい、ハスの花見、ハスを、うん、ね、いっぱいあるところに普通にそのホテルが飼ってる水牛がいたりとかしてさ。へぇー。もうすごいのよ。うん、うん、うん。で、まあ、夕ご飯になって、うんうん、バイキングでね、うん、いろいろ沖縄のものとかもこう、たらふく食べてさ、うんうん、そこでもまあ、お酒飲もうと思って。一、うん、人で。一人で、うん。ワインのボトル頼んでさ、一、うん、人でね。白ワイン。赤ワイン。赤いんだ、うん。赤いってやろうと思って。うん、うんうん。半分くらい残してさ。弱えな、酒。一人じゃ飲めない。酒弱えな、おい。でももう関係ねえと思って。もう贅沢するんだからと思って。うん。うん、部屋にも持って帰らずね。うん。うん。で、半分ぐらい残してやってさ。うん。で、それさ、うん、運んでくる人とかはさ、うん、もうカスガだってこと完全分かってるわけです。分かってるけど、そんなに、多分、うん、分かってるかどうか分からない。いや、声かけられる。俺が店員だったらちょっと面白いんだよね。カスガが一人っていう。一人、そうなんだよ。だそれだから話しかけて、くれなかったかもしれないけどね。ああ、そうか。で、もう本当もう結構ね、人気のホテルとかもう満席ぐらいな感じでいっぱいいるのよ。他の席。私が一人でさ、海見ながらさ、バイキングで何回もこのね、沖縄料理を取って戻って食べて。だってお前が一人で小浜島のレストランで、うん、あ飯食ってるって、本当、うん、RG さんが一人で来てるみたいなぐらい面白いよ。RG さんレベル？ぐらい面白いと思うよ。そんな行くの？お前自分が春日だから分かんないと思うけど。結構ハマってるのか。俺たちは春日が他人だから分かるんだよ。そうか、恥ずかしい。お前は自分が春日だから分かんないんだよ。バカ野郎って話だ、じゃあね。いや、もう超面白い。超面白い。全然ハマってると思って、もう、そんなんだけど、でもやっぱちょっと寂しかったりもするわけですよ、一人だから。この味がね、うまいねっていうのは、やっぱその水に伝えられないし。ね、そんなこと必要なんだ。うん。うん、で、なんかと、ちょっと離れたところで、その、ハッピーバースデーのなんか誕生日みたいなのが、巻き起こったりとかして、ちょっと店全体で歌ったりみたいなのも、なんかちょっと参加しづらいみたいな、ちょっとあるけどさ。うんうんうん、で、まあ、食事して、うん、で、なんか、無料でその、島歌のライブみたいなのがあるから、島歌のライブ。ああ、はいはいはい。最前列で見て、こう、踊りをね、うんこう、ふすまを閉めて開けるみたいな、こう、踊りがあるんです。あるんだ。島のね、これを。浜島ならではのやつ。なんか、島歌の踊りじゃん。沖縄の踊り。
回をパチパチやってるやつみたいなやつで、うん、そこまで本格的で、そのね、その歌い手さんが、うん、皆さんこう襖をね、うん、開けて閉めてこう簡単ですから、あー、教えてくれる、教えて、私もこれ、うん、襖開けて閉めてこうやってさ、うん、で部屋戻って、うん、でまたいろいろこう見てたの、うん、したらバーがあるなんて言ってね、あー、ホテルの中に、ホテルので行ってみたの、うん、一人で、はいはいはい、12時近かったかな、はいはい、もうおしゃれで、もうプールがあってさ、うわすごいねそこ、すごいのよ、プールがあって、プールの周りになんかそう塔で作った椅子みたいな、ソファーみたいなのがあって、パラソルがこうね、うん、っていう中で、うん、そこで一人でソルティドッグを飲んでさ、ずいぶん飲んでるね、うん、ここまで、いやそれはそうよ、今半分飲んでる人たち、やっぱりおしゃれな場所はソルティドッグ飲んでる、うん、でなんか同じように一人旅の人いたら話しかけようかなと思ってたんだけど、うんうん、なかなかそこのバーいなくてね、うんうん、基本的にもう春日一人だけっていう状態でさ、うんうん、でもうしょうがないからさ、もう帰って、うん、まあ、寝て、うん、でもう2泊3日ですから、うん、ね、あの次の日があるわけですよ、うん、次の日は黒島っていうね、うん、あのまた別のもう一個島ある、ね、島あるんですよ、うんうん、あの牛がね何千頭もいるような、あ、はい、住民の何倍も牛いるみたいな、はい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 、そこでそ聞いたこと、だから観光地化もされてないわけ、うんね、うん、そこであのレンタサイクル借りて、うん、1日島をチャリンコで回ってさ、一人でね、それが一番いいらしいけどね、いいよかった、それあの沖縄の歌歌った、うんうん、自転車漕ぎながら歌った、それはね、やっぱり、ね、やっぱ沖縄の歌。え、何の歌歌ってたの？まあ、もう島歌よ。ネタの島歌よ、ふんふんふん。知らねえじゃねえか。お前、よくふーって言ってるよ。いや、別にいいのは誰に聞かすわけでもないし。もう島歌よだけね。島歌よ、ふんふん。そうよ。知らねえじゃねえか。うん。あと、あの、ビギンさんのさ、うん、あの歌だ。ただそうそう。島、島んちゅの。シマンチュの宝、うん、シマンチュの宝、そこだけね、おかしいけどそこだけを歌いながら一日このね、うん、回ってさ、うん、で二日目はですよ、もう石垣島に泊まろうと思いまして、2泊3日できるスケジュールだったのね、2泊3日、うんうんうん、で石垣島に泊まってさ、うん、泊まろうと思って石垣島に帰ったんですよ、うんうん、小浜島じゃなくて、うんうん、でどうしようかなと思ったら、宿は決まってんの、うん、宿決まってないの、あーこれから決めんだ、うん、はいはい、石垣島でね、うん、ただでももう暴れてやろうかなと思って、石垣島でね一人で、はいはいはい、朝まで飲むのもいいぞっていう気持ちもあったりです、あーお店入ってね、石垣島ほらなんかその繁華街みたいな、あるあるある、キャバクラとかクラブとかね、そうでしょ、うん、これでまあ行ってさ、うん、でだってもう夕方も夜ぐらいですよ、うんうん、でフラフラ歩いてたの一人で、うんうん、したらもう島歌を聴ける居酒屋みたいな、うん、あるあるある、島歌ライブも、うんうん、そこ一人で入ってさ、うんうん、島歌やっぱ島歌好きよ、それだって行くね、沖縄行ってんだからさ、うんうん、でもうまあ盛り上がってないけどすでに、うんうん、で私も一人で入ってさ、うん、でもうちょっとなんか豆腐とか食ってたのよ、うん、ピーナッツで作った豆腐みたいなさ、ジーマミ豆腐、ジーマミ豆腐とかなんかゴーヤのなんとかとか、うん、でわーってなって、最終的に私もさ青森ね、うん、行かし知ってる、青森の地元の人の飲み方知らない、青森を水割りにして、うん、コーヒー入れんの、そこに。へぇー。コーヒー割り。へぇー。めちゃくちゃうまくてさ。酒強いでしょ、うん、でもそれ。強いけど、でもほら、まあ割ってるからね。うん。うん、で、青森のボトル頼んでさ、一人でこうやって作ってさ、うん、パカパカ飲んでたらさ、うん、気づかないうちに島田に参加してるわけですよ、私。歌っちゃってるわけ、うん、昨日こう習ってるからさ、この襖を開けて閉めてさ、こうやって。一緒にやってた。一緒にやってさ、ひとしき一人で盛り上がって。やっぱ酔っ払ってるからな。うん。うん、ほいで、あの店出て、うん、ちょっとね、地元のその女子と話したいなと。はいはい。思いまして、うん、そういうお店がいっぱいあるからね、うん、行ってみようと思ったけど、どの店に入っていいかわからないのよ。うん、んで、ふらふらっと歩いてたらね、案内所みたいなのあるのね。ああ、あるあるある。うん。んで、入ったら、うん、おじさんに聞いたらさ、もうこの時間でね、うん、一人のお客さん取ってくれるとこでなかなかないよと。ああ、うん。2、3人とかだったら、その入れたりするんだ。一人だと。夜遅いから。遅いし、一人だとちょっと断られちゃったりするんだって。はいはいはい。やっぱ女の子もなかなかね、ずっといさすというかその、確かに、ね、
お給料も大変だし、つって。うん、で、その中で一軒だけありますよ、ラウンジが、つって、うん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 。で、そこ僕もね、結構、気に入ってるとこなんでね、うん、そこどうですかって言われたから、うん、いいですよ、つって言ったら、うん、じゃあ行きましょう、つって言って、うん、おじさんの車に乗ってさ、うん、助手席に乗って、うん、そのラウンジまで送ってもらってさ、うん、で、そこ入ってさ、うん、まあ、結構盛り上がってるわけですよ。うん、でね、そこで私もこう、テンション上がっちゃってさ、うん、またその、コーヒーの泡盛のコーヒー割れとか飲んでさ、うん、で、もう、普段こっちだったらないんだけどね、うん、もう女の子にもお酒こう結構飲んでいいですかって、もいいよいいよ飲んじゃっていいよっつって言って、うんうん、結構盛り上がったのよ、うん、で私もね飲んで歌ってさ、うんうん、してお会計来るじゃないですか、はいはい、したらね7万ぐらいになって、7万、そう。完全にぼったくりだよね。いや、それがね、わからないのよ。結構行ってたし、ボトルとかも入れたりとか。ボトル何本入れたの？いや、まあ、自分では1本だけど、女の子飲ましたりとか。7万はないね。何本の時間を。もう2時間ぐらいいたかな。2時間で7万がぼったくられてるね。でも3、4人女の子は1人についたりしてんだよ。うん。で、料理とかも頼んでさ。3万5千円ずつぐらい。まあ、わからんけど、7万ぐらいあって。3万5聞いたことないけどね。まあ確かにそうだね。私も、んと思ったんだけど。だって俺、六本木の、めちゃくちゃ高いキャバクラっていうか、クラブ、うん、行ってみたいって、うん、自分で行って連れてってもらった時、1時間4万ぐらいだったよ、1人。あ、まあ、ね。それでも。うん。で、相当行ったんだろうね、私は、ね。酒の量が。酒の量も行ったし、それいくらかも調べないで、一番いい青森をとかいう風に言ってたから。でもやられとるね、それは。うん、もしかしてやられてるかもな。うん、もそういうね、考えもよぎりましたよ、うん。うん。だけど、いいやと思って。うん、うん。もう、贅沢のためだから、もうね、うん、もう関係ないと思って。うん。んで、ちょっと待って。うん。店員にちょっと全部の明細持ってきてくれって言う勇気なかっただろう、だって。いや、だから、言う勇気もないし、うん、もう、いいやと思ってるから。なんか、もう、こう、飲んでるしね。ああ、そう。前日とかからも結構使って、そのね、うん、そのリゾートホテルとかも結構、5万ぐらいする感じのところだったのよ。うん、うん。だちょっと麻痺してるもあるし、その、私自身ももう使ってやろうって思って行ってるから。7万でいいやって、麻痺してんだ。うん、まあ、で、行ってさ、うん、で、もう、だったらもうね、とことん飲んでろうと思って、うん、そこのお店のことを、ダーツとか行ったりとかして。あ、その後ね。その後ね。うん。うん、そこでもバーっとこう盛り上がって。うん。で、まあ、次の日ね、うん、結局そのまま、まあ、飛行機で寝れるからと思って。はいはいはい、はい。で、飛行機でま、帰ってきたわけですよ。うん。でね、よくよくでもちょっと計算してみようと思って。うん。どんだけ行ったのかなと。全部の金、ね。全部のお金。うん。飛行機代から、そのホテル代から、うん、その飲んだお金とか食事代とか。うん、うん。したらね、うん、30万ぐらい行ってさ。2泊3日で2泊3日で。やったらかさっていう。うん。ラスベガス11万だった。オールナイトニッポン。ハガキのコーナー。よー。あえてハガキで送ってもらうコーナーです。お題は史上最大のショーパブ祭りのお知らせでございます。千葉市ラジオネーム天夏さん。若林さんが関係各位に送る若林36周年生誕祭開催のお知らせ。私、オードリー若林は9月に36周年生誕祭を開くことになりましたので、もしご都合がよろしければぜひお越しください。以下、当日の予定表です。その1、ソナーポケットの花びら大回転を BGM に主役の若林がゴンドラに乗って登場。その2、映画、ひまわりと子犬の7日間の名シーンを春日の実家の愛犬チャーリーとバロンと共に再現。若林の伝統芸、奇跡やーが飛び出し会場爆笑。その3、若林の父のバンド、親鳥がデスメタル調のバースデーソングを披露。その4、春日が歌う家族になろうよに乗せて、ハーネスをつけた藤井聖堂が泣きながらフライングし、会場号泣で終演。でも何に感動するの最後。泣きながらフライングしてることですかね。感動するかな、家族になろうよに乗せて。笑っちゃうでしょ。ハーネスつけた聖堂さんね。うん。感動するのかな。
死んじゃうかもわかんないですね、本当に。そこか。ラジオネームデレクジーカー。若林さんからイベントのゲストのお知らせ。イベントではいろんなナンバーワンが集結します。風俗ナンバーワン、若林正康。センスナンバーワン、吉止明宏。アナルナンバーワン、前田健。バカな声ナンバーワン、美和。米炊きナンバーワン、岡村。サンデーナンバーワン、村田兆治、うん。言い訳オンリーワン、クジラ。売れっ子芸人で高級白ワインを飲み、ゴルフやキャバクラに行くぐらい金があるのに、合コンではモテず、10歳年下の若い女になかなかキスができない。最近またおでこの三本じわが目立ってきた、ピンクベストのチキン野郎ナンバーワン、春日俊明。おでこのことをいじるな、だから。懐かしいね、おでこのことは禁止だよ。ラジオネーム、しけたつらさんでございます。史上最大のショーパブ祭りが若林正康生誕36周年祭りも兼ねるとのことで、当日会場全員の歌で若林を祝福しましょう。以下、ハッピーバースデーのメロディーに乗せて、オフロード走行、高級感四駆、メイドインジャパンフロムトヨタ、オフロード正康、かっこ拍手。この人は住所も何も書いてこないで、しけたつらしか書かないで、この送ってきた。潔いね。ですね、最後ですかね。デレク・ジーカーです。若林さんからリトルトゥースへ。イベントについて質問が多数来たので一部ではありますがお答えします。質問。42歳の女です。私みたいなおばさんが言っても浮きませんか ?5000 人のうち、美和さんのファンが2割。あとは全員おばさんなので安心して参加してください。質問。春日さんは好感度が高いのにどうしてモテないんですか春日のファン層はちびっことおばさんなので若い女から全く支持されてません。質問。春日さんはなぜボディービルを始めたんですか若い女にモテたいからです。質問。春日さんはどうしてむつみ荘から引っ越さないんですか環境を変えることを怖いことだと思ってるからです。質問。春日さんが新生方形って本当ですか春日は火星方形です。ただし、限りなく新生に近い火星です。今来てますね。デレクジーカー。デレクジーカーは春日のこと嫌いなんですかねさっきのおでこの三本線もそうですもんね。あ、そうか。うん、禁止だ、おでこの三本。何言ってもいいけど、おでこの三本線だけはダメだからね。うん、いじるのは。ということで、来週も史上最大のショーパブ祭りのお知らせです。若林正康生誕36周年祭りでもいいです。はがきのコーナーなので、はがきのみで受付となります。宛先は郵便番号 100-8439 日本放送踊りのオールナイト日本はがきのコーナーの係まで。オールナイトニッポン町田市では梅雨のじとじとが好まれているらしい謎の都市町田市へ町田市に伝わる謎の行事謎の生き物謎のヤジなどの情報ですそれが謎の都市町田市へラジオネームデレクジーカー町田の市役所にはお土産コーナーに市長の金玉というらっきょうが売っている味は確かですからね、うん、ラジオネームいぶし銀太郎町田市には米粒にビデオガールを描く老人が存在する誰なんだろうないろいろかな老人ですからねやっぱ愛ちゃんかな、うん、やっぱそうじゃないですかラジオネームいぶし銀太郎 NHK のど自慢町田市の会は全員がハードコアを歌ったので最終的にバックバンドのおじさんも客席にダイブした
うん、盛り上がったな。盛り上がったんじゃないですかね、うん、見てる方も町田市の人ですからね。それは盛り上がるね、うん。ラジオネームいぶし銀太郎。町田市のプロレスラーは来てもいないのに、生理が来たそれだけだと言い試合を見学しようとする。いや、どういうことだ。女子プロですねこれはね。女子プロか、うん、そうだよね。ラジオネームバスケットカウント。人に借りた携帯は口に含んだバーボンをぶっかけて消毒してから使う。壊れるちゃ壊れるかもしれないですね、うん、ワイルドですね、うん。ラジオネームデレクジーカ。壁に貼ってあるジョイマンの宣材写真に向かって延々とボールをぶつけている少年がいる。高木の方ですかね、どっちですかね。まあ高木くんじゃない、うん、うんうん。ラジオネームミサゴ。町田の OL は昼休みになるとラグビーボールを小脇に抱えて職場から出ていく。財布じゃないんですね。うん、やるのかな、草ラグビーかなんかを。なんかあるんですかね、そういう、ラグビーが盛んなのかもしれませんね。ですね、ラジオネーム花笑い。町田市の納税のポスターにはナイフでトマトをぶっ刺し不敵な笑みを浮かべた人間の姿が描かれている。時計仕掛けのオレンジみたいな感じなんですかね。三角になっててね。ナイフで刺し。果たして町田市はどんなところなんですか。引き続き有力な情報待ってますよ。メールアドレスは kw@allnightnippon.com ですよ。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン謎の都市町田市の係までですよ。夢は捨てたと。さあ参りましょう。岡山県ラジオネーム KND 神田。おいアナル、卵を割ってやると白身だけがアナルに吸い込まれ君だけ残ること。死んでもめんじゃねえぞ。受ける側の技術も必要な気がしますけどね。というね。ラジオネーム卑屈野郎。おいチンコ、どんな暗いニュースがあってもいつもと変わらず射精して僕らを安心させるサザエさん的な存在。死んでもめんどないぞ。ちょっと共感できませんけどね。というね。ラジオネームいぶし銀太郎。おい童貞、ホテルの鏡にザーメンでさよならと書いて怒られること。死んでもめんじゃねえぞ。聞いたことないですけどね。よく読めますね。ほいでというね。ラジオネームシンプルオマール。おい生物学者、チンコも押し花を作ろうとチンコを圧迫していたら射精してしまい、その精子を顕微鏡で見ていたら一日が終わっていること。死んでもめんどねえぞ。そんな生物学者さんに言うんですけどね。全員みたいな言い方は良くないと思うね。うん、オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は日レイ以上各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キュアスティションに全国36局なお送り。さあエンディングですけれどもですね、今週の今週というか今月ですかね、我々が推し曲は、うん、ミワさんの君に出会えたからという、
テーマとかね、あのエンディングテーマになってますけど、でも30万旅行で春日さん使ったっていうのは、2人で行ってたら大変なことになってましたね。60万と考えてもいいわね。いやでも2人で行ってたらあんま使ってないと思う。あ、逆に普通の旅行になってる。1人だからもう行ってやろうと思って。それさ、一緒に行く人かわいそうじゃない？その考え分かった。今後響いて、今後聞いてたら気にしちゃうね。いや、そうだから一緒に行ったら、その人の意向もあるじゃない。あ、全部私のその何好きなように行って、もう一切制限する、贅沢っていうのがテーマだから、ね、そう、一切制限するのやめようと思って行った旅だったから、なるほどなるほど、まあ、ちょっと死の子がうるせえなと思ってるけど、おい、どのタイミングでだよ。恐ろしい。俺コーヒー飲んだら偏頭痛になるから飲めないで、いつも紅茶飲んでるじゃないですか、はい、で東京一美味しい紅茶をあの検索して、そういうカフェがあって、この間飲みに行ったんですよ、文京区まで。アイスティーを紅茶飲むだけのために、どうだったの？15人ぐらいお客さんいて、俺以外全員女性でした。あ、まあ女性のは詳しいだろうからね。うん、でうまかったの？めちゃくちゃうまかったね。あ、そう、うん、やっぱそうなんだね。俺いろんな紅茶の新発売されたら、ストレートティーかミルク入ってないんです、基本的に必ず買って飲んでみることにしてるんだけど、あんま売ってないんだけど、あのカルディっていうとこのアイスティー知ってる？飲んだことない？ちょっとズバ抜けて美味しいんですよね。へえ。俺が多分 20-30 種類飲んでると思うんだけど。あ、そう、うん、おー、今度スペシャルウィークでやってもらっていいですか？何ですか？みんなでカルディ俺のおすすめのアイスティーを飲むっていう。それ別に、いや、まあだから楽屋でやりましょう。そうでしょ、いいでしょ、放送でやると。放送で、放送でみんなで紅茶飲むスペシャルウィーク、うん、いやそれをさすがに終わるよ、まあ、危ない危ないって言ってんだから。確かに。まあまあ余談でしたけど、ということでイベントの方よろしくお願いいたします。オードリーの若林でした。おやすみ。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。